ルイジアナ買収後の1810年のアメリカ合衆国の地図ルイジアナ準州は、1805年7月4日から1812年12月11日まで存在したアメリカ合衆国の歴史的な編入領地。後にルイジアナ州となったオーリンズ準州に区分されなかったルイジアナ買収地の部分からなった。ルイジアナ準州はルイジアナ買収地の北緯33度以北の全域で、準州の首都はセントルイスに置かれた。準州の定義から離れて、ルイジアナテリトリーという言葉自体には、フランス領やスペイン領時代の、または、ルイジアナ買収後の土地すべてを指す、ルイジアナの領地という意味で使用されることもある。メリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークの両者は、どちらもルイジアナ準州の知事を務めた。ルイジアナ準州には、セントルイス地区、セントチャールズ地区、セントジュヌビエーブ地区、ケープジラード地区、ニューマドリード地区の5つの地区があった。1806年、準州立法府は、インディアンのオーサゲネーションより割譲された土地に、アーカンソー地区を創設した。1812年10月1日、クラーク知事は5つの行政地区を郡に編入し、後に、ミズーリ準州の最初の5郡となった。1818年、元々のセントルイス郡から、フランクリン郡とジェファーソン郡が創設され、セントルイス郡は、現在のセントルイス郡及び、セントルイスとなった。新しくできたルイジアナ州との混同を避けるために、ルイジアナ準州は1812年に、ミズーリ準州と改名された。ありがとうございます。